ヨンニホイコエチャーは、スペインパンプローナ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、スペイン代表であった。ポジションは、MF、FW。主に右サイドのポジションを幅広くこなし、ウィング、サイドハーフ、ウィングバックでプレー、右サイドの最高峰の選手と言われた。稀に DF を務めることもあった。ラリーガでは13シーズンで386試合に、 出場して36得点を挙げている。スペイン代表として 1994FIFA ワールドカップに出場した。CA オサスナの下部組織出身で20歳を迎える直前の1985年10月19日セルタデビュー戦でトップチームデビューした。早くからレギュラーの座を射止め11月23日のエスパニョール戦でプロイル初ゴール。 1987から88シーズンには11得点を記録してリーグ戦のご意躍進に貢献した。1988年夏に FC バルセロナに移籍したがすぐさまレアルソシエダにレンタル移籍し2シーズンを過ごした。1988から89シーズンと1989から90シーズンのリーグ戦では合わせて2試合しか欠場せず、 1989から90シーズンには5位に躍進した。1990年夏には FC バルセロナにレンタルバックし、チキベギリスタイン、フリオサリナス、ホセマリバケイロなど、同じバスク人選手と共にエルドリームチームの背骨を構成、在籍中はスタメンや途中交代などで、ほとんどの試合に出場した。1990から91シーズンは、 リーグ戦37試合に出場し、ドンバロン氏が選出するリーグ最優秀スペイン人、選手賞を受賞した。1991から92シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、初優勝を達成したが、決勝の UC サンプドリア戦で、ゴイコエチアは後半途中から出場している。リーグ戦では4連覇を果たした。1993年の UEFA スーパーカップ。 ブレーメン戦のセカンドレグでは決勝ゴールを決めて優勝に重要な役割を果たした。1994年夏、アスレティックビルバオに移籍し、3シーズンで100試合近くに出場した。1998年1月には日本 J リーグの横浜マリノスに移籍し、FC バルセロナ時代のチームメイトであるサリナスと再びコンビを組み23試合に出場した。 セカンドステージ、9月19日のセレッソ大阪戦で退場処分になって、以降は次第に出場時間を減らし、ベンチ要因となった。サイドを崩して、クロスからチャンスを作るなど、好プレーも見せていたが、すでに前世紀のスピードや運動量はなく、またチームに適応ができず、わずか1年でスペインに戻り、西軍ダディビシオンに降格していたフルスの、 CA をサスナでプレーした後に現役引退した。1990年9月12日、ブラジルとの親善試合でスペイン代表デビューした。1994FIFA ワールドカップアメリカ大会予選では最終節を前にアイルランドが勝ち点17、デンマークが勝ち点16、スペインが13であったが予選最終節のデンマーク戦でフェルナンドイエロの 決勝ゴールをアシスト、デンマークに逆転でワールドカップ出場を決めた。1994FIFA ワールドカップ本大会では、スペイン代表の全試合に出場、韓国戦ではフリオサリナスのゴールをアシスト、自らも1ゴールを決め、ドイツ戦でも1ゴールを挙げた。 1996年 UEFA ユ u ロ9 6を前にした2月7日のノルウェー戦までの6年間で36試合に出場して4得点を挙げた。2クラブでチームメイトだったホセアンヘルシュガンダ監督の右腕として CA を指すなとアスレティックビルバオのアシスタントコーチとして働いた。2009年夏にはヘルス CD のアシスタントコーチに就任したが2010年初めに 監督ともども解任された。ありがとうございます。